み青春アクティブ。気をつけ。はい。で、こんにちは。着席。はい。ピース。やんないんかい。やんないんかい。ちょっとあの、しんどくなっちゃった。あ、5月病になっちゃった。5月病じゃん。5月入ったしね。5月入ったしね。そう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 。イベントも終わったしね。あるかもね。そう、イベント。皆さん、配信をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。いやー、本当に。感想メールもいっぱい来てるでしょうね。来てるでしょうが、今、事情があって読めません。確かにしょうがないね、なんかしょうがない事情があるんです。ねえ、愛ちゃんさ、見て、この話は絶対したかったんだ、本当は先週。このネクタイ見て、知ってる？このネクタイね、いや知らないんですよ。今日着替えててさ、愛ちゃんがさ、そのネクタイ何？って言い出してさ、ぴょんちゃんがね、私に黙って新しいネクタイを仕入れてたんだって言うんですよ、あゆみさんが。そう、え、そんなに新しいネクタイみたいな、うん、って言って、大橋さんに、うん、3回4回前のあゆみさんの制服姿でも出しといてください、高校にしてるって。あいちゃんこのネクタイいや絶対してないって。してる、絶対してない。だってサムネ見たら分かる。初めて見たもん、この色。初めて見たわけない。この配色初めて見たもん。あいちゃん緑のネクタイ知らなくて、赤とね、赤があるじゃん、もう一個、うん、このね、アクリルキーホルダーもしてるやつの、うん、赤と青しかないと思ってたんだって。そう、赤と青しかないと思ってた。で、グリフィンドールとスリザリンみたいな言ってたじゃん。スリザリン、それレイブンクローじゃん、逆に。あれ青じゃん。そうか、青だ。スリザリン、緑やの。こっちスリザリン。そうよ。あれあれでしょ、ね、でも赤と青だけだと思って私はいつもやってたよ。そう、もうほんと違いますから、緑もあるからね、あやちゃんがね、ほんとに。いや、だからネクタイはね、2色追加されたと思ってたら、うん、なんかみんな、メイクさんもぴょんちゃんも、いや3色だよって言っててそんなバカなことあるかいと思ってでもなんか、あやちゃんはでも3色あったとしても、うん、私はつけたことないって。そう、私はつけたことない。いや、相手は知らなかったらしい。そう、3色追加されてることだって、私聞かされてないもん。そうみたいな。3色だよって最初に言ってくれたら3色なんだなと思って、ね、この色も認識してたかもしれない。セーターも緑と赤しかないからね。私は2色だって聞いてた。聞いてたんだ、うん、2色追加されたよって聞いた最初に。赤と青の2色だよって、ね、じゃあこの話の最中ずっとこう愛ちゃんの横に愛ちゃんの写真載せとこう、うん、もうめっちゃそれだけで面白いから。私はこの色を意図的に選んでつけたことはないはず可愛いですはい、ということでね、皆様、何でしたっけ、なんだなんだ、あ、終わったんです。イベントが終わったって話と、終わったんだ、ありがとうっていう話と、シルバニアが可愛いっていう話。見てよ、このね、キノコの山、ミニチュアが作れる。キノコの山の子、山の子ちっちゃいんだよね。ちっちゃくなって、ほんとじゃあもう食べきっちゃったから、ちょっとサイズがある。すごい可愛い。これ見て、このね、パッケージ切り取るとキノコの山が映るの、ここ。そう、本当にぴょんちゃんがさっき作ったの全部ちゃんとキノコの山なの。そう、キノコの山ちっちゃいの。あ、ぴょんちゃん余ってる、もしかして。かわいい、余ってる。そう、めっちゃちっちゃいのよ、キノコの山がね。このくらい。見てー、かわいいのね。ちっちゃい。ぴょんちゃんが巨人なわけじゃないですよ。そうちっちゃいんですよ。ちっちゃくなっちゃったの。かわいいね。うん、すごいよね、キノコの山の子だって。山の子、うん、食べやすいって嬉しくなるね、うん、はい、そんな小袋分けなんでね、みんないいですよ。癒しもありつつですが、宝くじの状況はどうですか。6月4日までにドリームジャンボ宝くじが発売されます。イエーイ、買おう。イエーイ、買ってこなきゃ。ドリームジャンボってでっかい、でっかいやつだって。なんて言ったってね、一等前後賞合わせで5億円。5億円、一等前後賞合わせなんで連番で買わなくちゃ意味がないですけれどもね。あのさ、バレンタインの次。そうですね、てかまあ、宝くじで言うとほんとでかいですね。一番大きい。それは人によるよね。一番はなんか年末とかサマーとか、
はあ、テレビ CM も打つもんですもんね、年末とサマーとかは。そっか、有名なタレント起用してで来ますから。でもとにかくでかいってことだね、うん、CM もでかいですね。夏コミと冬コミがあるとしたら、うん、これはまあ春コミとかスパコミと言われるぐらいの。なるほどなるほど、わかりやすく言うと。やんなきゃやんなきゃです。買わなきゃ買わなきゃということでね、はい、買ってちょっとやってみましょうよ。はい、それはまた次回以降ということで。はい、三田原からの2年組青春アクティブ、今日も部活動スタートです。あいみと遥かの2年 A 組青春アクティブ。プリント配りますよ、プリント配りますよということで、前回愛ちゃんがいっぱい読んでくれたから私読むね。ありがとうございます。2年 A 組誇り高きほうれん草さんからいただきました。ほうれん草カレー美味しいよね。うん、あゆみさん、ぴょうさん、ティースティース、最近僕は JK のコミュニケーション能力の高さを実感することが多いのです。バイト先の子にもお兄ちゃんと呼ばれたり、お客さんの JK にもちょいちょい話しかけられます。嘘だよ、そんなバイト何すごい。何のバイト。今時の JK ってこれが普通なのでしょうか。高校2年生のお二人に教えていただきたいです。おそほ、ほうれん草さんは何歳ねえ、確かに何歳。お兄ちゃん、兄ちゃんってことはのね、 お兄ちゃんって呼ばれる感じ。呼ばん、はい、呼ばんよな。呼ばんと思う、高校生で。バイト先のお兄ちゃんって呼ばないよ、バイト先の男の人。本当か。すごいよね、お兄ちゃん。それは何、呼ばせてるの。お兄ちゃんって呼びなって。でもそういう子なのかな、もしかして。そうやって反応を楽しむタイプの子なのかもしれない。そうしたらもう今時の JK がコミュニケーション能力高いとかじゃなくて、もっと違うところで怖い。違うところで多分それは、多分ね、一般的にじゃないんじゃない、狙われてるんじゃない。いや、なんていうの、そういじり対象として、いじり対象として、ね、録音されてる説もあるわね。あるね、お兄ちゃんって言ってドギマギドギマギドギマギしてるほうれん草さんを見て楽しんでる説はある。いやでも話しかけられたりもするってよ。ほうれん草さんが話しかけられやすいっていうか、ほうれん草さんがモテるのかな、モテるのかもしれないよ。お客さんの JK にもちょいちょい話しかけられたりします。それってさ、分かった、虎の穴の店員さん。え、もしかしてここにさ、推しが一緒の推しがさ、名札についててさ、すごいこれ好きなんですかって JK が話しかけてくるのと、うん、あとなんかお兄ちゃん萌えの店員の女の子が、お兄ちゃんって。いや違う、多分そしたら多分本のタイトルなんじゃないかな、うん、あなるほどね、うん、本のタイトル。すごいかわいそうだけど。なんとかな、お兄ちゃんってありますかみたいな。呼んでるわけじゃないっていう。あのお兄ちゃん、そんなわけないよね。違うね、ごめんね、本当にほうれん草さん。そんなわけないか。いや、なんかね、わかんない。え、いや、自慢かな。一周回って自慢かな。え、そうかもしれないよ、誇り高いからね。誇り高きほうれん草だから。お兄ちゃんって呼ぶ状況ってどんな状況なんだろう。呼ばないって、呼ばないよ、呼ばない呼ばない。お兄ちゃんはどうやってこのレジ売ってるの。お兄ちゃん、あの在庫ってもうなかったっけ。ないないない。なくないですか。ないよ。うん、バイト先だから仕事場の方をってことですよね。ちょっとこれ詳細送ってほしい。確かに、どういうシチュエーションで呼ばれてるのか。うん、試しにすら呼ばないの。怖い、何、急に何、試しにすら呼ばないから。急に何、急にほら高校生好きだから。急に怖い、怖い、え、なんかすごい怖い笑い方する。何、ドン引きしてるじゃん、ひとみさんとか。ひとみさんがこのカメラが少し怖がらちゃった。体がちょっと怖がっちゃったじゃん。やっぱほら仕事場でも呼ばないんだよ。今までは言うて大橋さんのこと、ねね、ネタ枠としてさ、こう制服好きなんですよね、かっこ笑いみたいな感じで、今初めて恐怖を感じた。どういうこと。多分かっこ笑い取れた。ちょっと呼び込めないかも。てかこうなるんだって、普通は。普通は職場でお兄ちゃんっ
って、うん、呼んでって言ったとしてもこうなるから呼んだ、そうだよね、うん、だし呼んでる現場を見ても騒然とするよね。そうなるからそうだよね、おかしいな、おかしいよ。ちょっと詳細待ってます。分かった、欲しかったんだって。あ、カッコカリ戻ってきたとかねになっちゃう。今ね、身を挺して。そう、とかねだったから今。とかねってやつ。とかねってやつ。そうかそうか。ごめんなさい、ごめんなさい。マジレスしちゃってごめんなさい、本当にね。すいません、私だ、私が悪いんだ。やばいから。じゃあ次のメール。じゃあ次のメールね。はい。この人には詳細送ってもらうということで。大橋さん？ほうれん草さん。ほうれん草さんには。ほうれん草さんには。さっきの心境の詳細。いやいや、メールいらない、いらない。ほうれん草さんには詳細を送っていただくということでお願いします。続いて、おー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 、2年組ハットの彦さんからです、うん、僕は何か調べたいことがあるときにはウィキペディアを参考にすることが多いのですが、気になる言葉を見つけてはそのリンクから別のページに飛んでいくというのを繰り返し、気づけば本来調べるつもりのない事柄について調べていたなんてことをついついやってしまいます、うん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 、お二人は自分のウィキペディアのページって見たりしますか？あの YouTube でやりました、そういう企画。あ、そうだ、やってたね。そう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 、だいぶね、やっぱでもあれだね、更新というかその情報がこう過去で止まっていたりとか、うん、これ書いてて逆にこれ書いてないんだみたいなとかはいっぱいありますね。あるし、うん、私なんか一時期というかそのデビュー作違ったりしてたよね。あ、デビュー作これじゃないんだけどなっていうのが、それより前に世に出てるやつあるよとか、だからデビュー作ポコポコ変わったり、デビュー、ね、年もねちょこちょこ変わったりね、うん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 、してたけど、一番驚いたのはマチキチャイミーナが全ての私たちのウィキペディアに入ってるっていうのが、入ってると思ったことある一回。ありがたいですね。びっくりした。嬉しい嬉しい。友人関係ではみたいなところで、うんうんうん、お互いをこう呼んでみたいな。嬉しい。この間さ、ぴょんちゃん家でなんかさ、うん、アレクサにさ、なんかさ、調べさせた時、調べさせたことある。面白かったよね。面白かった。そう、何が、なんだっけな、何かすごい面白かったんだよな。誰か、マチコだっけ、なんか誰かだけめちゃめちゃ詳細出てきて、そう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 、なんか本名とかもね出てくる。そうそうそう、なんかあれなんだよ、アレクサ、あいみって誰とかって聞いたんだよね。そうそう、アレクサ、山崎遥って誰みたいな感じで、うんうんうん、なんか聞くたびに結構答え違うんだよね。そう、私はなんか海外のなんか、そう、なんか海外の歌手みたいな、なんか全然違うん。多分アイミーっていう歌手がいるのか、うん、そうそうそうなんかね、で、うん、だから人によっては声優です、そうそうそう、あとはみたいなそうそうそう、かと思えば、うん、ブワーってなんかウィキペディアを読み上げたようなこと言ったりして、ちょっと面白かった。めっちゃ面白かった、それちょっとなんか企画にできそうなぐらい面白かった。面白かったですね。はい、はい、そんなわけで皆さんお便りありがとうございました。本当に詳細メールお待ちしております、はい、メールアドレスお願いします。メールアドレスは imi-haruka@secondshot.jp で、こちらにね、キノコの山みたいな、あれ木みたいな、キノコの山の子みたいな感じで、木でキノコの山の子みたいな木ではい、送ってきてください。2年 A 組全球アクティブMVP のおもちゃたち、ありがとう、ありがとう、ということで息が合ってんのか合ってないのか、番外編なんですよ。なんで私たちが買ったゲームじゃないゲーム、なんですか。4月29日に配信されたマジカルラブリー野田クリスタルさんのスーパーマーゲーパーティーをプレイしまーす。出たプレイしまーす。プレイ、スーパー野田ゲーパーティー。こちら R1&M1 王者マジカルラブリー野田クリスタルさんが開発したゲームを16作品詰め込んだ任天堂スイッチのダウンロード専用パーティーゲームでございます。価格はたったの1000円、しかも配信自由という太っ腹でございます。野田さん、ありがとうございます。いや、素晴らしい。すごいよね、だって配信自由ってもうみんなやりたいよね。みんなやるでしょうね。ね、もうね、なんかすごいラインナップがすごいんですよ、うん、気になるのとかはですね、まあ、釣り革とかね、あのネタもありますから、夜直し末広がりずいや、そのお名前入ってんのおかしくない、芸人さんのおたけ最骨頂ゲームとか。おたけ最骨頂ゲーム絶対面白いですね。太ももが鉄のように硬い男鉄次、令和も平成も昭和もボルダリング姉さんアルティメットエディション。このね、あとね、ギャルズファイター応援っていうのも気になるんですよね。うわー、面白そう。全部ピクシス専用のティッシュだった。おお、危ない、違うやつだった。はい、ということで、うん、こちらをやっていこうと思います。やっていこう。はい、どんどこどん青春アクティブ
吉本ゲームズっていうのがあるんですね。ねえ、素晴らしい。スーパー野田ゲーパーティーめちゃめちゃ音が音大きかった。スーパー野田ゲーパーティーあれこれなんかスーパーなんとかパーティーのあれとあれでですね、なんか感じさせる、うん、確かにねのがありますけども、うん、僕です僕です僕ですいっぱいあるすごいマーマアシュマロギャルズファイツリオリマコタケヨナウシシンコタケうわー面白そう絶対面白いじゃん。ちょっと定番っぽいつり革やってみます。うおなるほどーあーそういうことか。スーパーオルダリング姉さんつり革ちょっとつり革ね一旦つり革やりますね。つり革に捕まりたくないよ待って遊び方見るの忘れた。遊び方見てないやばいやばいどっちが1ピードどっちが1ピード私が1だこれ私どうやって動かる画面から消えたらダメこれどうやって動かすの何これ左右じゃないあー負けた左右これスーピーの勝ちイエーイピョンちゃんの勝ちってことかな一回ちょっとタイトルちょっとよねあの遊び方見よう激しく揺れる電車の中でバランスを取り続けてください画面の外に大きく飛び出してしまったらゲームオーバーですということですね。わかりました。釣り竿に捕まるっていうのもできるんだ。なくなっちゃいます。一回捕まる。ああ、そういうことね。オッケー。理解。今みたいなだから急停車の時は捕まった方がいいんだ。うん。うわあ、めっちゃ結構むずないこれ。あーあー。なんだ。あ、いけるいけるいけるやばい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 おおあーうわーちょっと待ってあーちょっと待ってあー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 危ない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 待って待って待って危ない危ない最後の釣り革も私がもらう電車のあ、嘘でしょやばいやばい意外と耐える意外と耐えるちょっと待ってやばいやばい早くついて駅にあ二人とも急停車にもうあ、勝ったでも勝ってる先に勝った勝ったやったやったそういうことかなるほどね他もやろう他もやろう他もやろう、 やろうさてと続きまして、ボタン遠すぎじゃない早押しクイズというのもギャルズファイ、次おりますおたけ夜直し、新、オニオン、太ももスーパー、オルダリング、釣り革将棋、安静すボタンと、スゴロクまあまあ危ないじゃんスゴロク、これか遠すぎじゃない早押しクイズはい、なんか迷路みたいな感じです遊び方流れるクイズを読みながら迷路を進んでボタンを目指す早押しクイズですはい、2人で遊ぶはどちらかが先に3ポイント獲得できるかを競いますえ、どういうこと見えないように移動、答えを選んで決定ほんほんほんあ、なるほど、クイズに答えるためのボタン遠すぎるんだそういうことだ2人で遊ぶ普通簡単普通普通一回普通やろあ、顔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 、ごめん、このままやあ、結構普通でもあ、違う違う違うあ、違う違う違うあ、違うすごい面白くないこれあれちゃんとついてるあ問題読めてなかったあムンクの叫びねなんか絶妙に難しく簡単な問題ってなんて言ったらいいのかね、うんうんうん、いい問題ですねすごい面白いねこれね出た出た答え簡単だこれはちょっと待ってわーすごいイエーイうわーすごいピョンちゃん計算得意算数好きーこんななりしてこんななりしてでも言うて掛け算と足し算しか出てきてないよさっきもさっ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 さ
どうやって行くんだこれ。ちょっと待って、うわー積んでる、やばい、迷路が苦手っていう圧倒的あれな、あれ、あー43、44、45、46、47、48、49、すごーい。イエーイ、あれ負けちゃったかも。イエーイ、ルフィの勝ち。面白い。あと1個ぐらいある？ねえ、気になるのやる、やっちゃうか。おたけ最高潮ゲームをやっちゃうか。これだけおたけ言うんかい、これおたけ言うんかい。おたけが最高潮、最低潮のどちらを出すか、ただ当てるだけでやば、運ゲーすぎるでしょ。よっしゃ、じゃあ行きます。やっぱ最高潮。このおたけはどっちでちょう。遅い、あ、早い、遅いあるんだ。おたけ最ちょう。あー早い。このおたけはどっちでちょう。おたけ最高ちょう。すごい。あ、早いと2ポイントくれる。え、どういうこと。先に当てたらってこと。このおたけは先に当てたら2ポイントなんだって。どっちでちょう。おたけ最低ちょう。すっごい、私おたけさんのこと分かっちゃってる。パターンあんのかな、もしかして。このおたけはどっちでちょう。おたけ最低ちょう。あ、1ポイント、ほんとだ、遅いと1ポイントなんだ。やばい。このおたけはこっちょう。どっちでちょう。おたけ最高ちょう。イエーイ。このおたけはどっちでちょう。おたけ最強。あースーピーの勝ち。負けた。ということで、はい、ということで、めちゃめちゃ面白かったです。おたけ最強ちゃーん、こーちゃーん、はい、ということで、はい、おたけ最高潮ゲームめっちゃ盛り上がったやん。めちゃめちゃ面白かったですね。はい、ということで、もうちょっとやりたいね。まだまだやりましょうね、今後も ね、はい、いっぱいあるんで、ゲーム、うん、ということで、以上、ありがとう MVP のおもちゃたちでした。だ2年 A 組、青春アクティブ寄り道アクティブ。はい、ここからは寄り道します。青春しているみんなが放課後にやっていることよりそのことを取り上げていきます。今回取り上げるのはあのロゴ書けるかな。ルールは簡単。おい、記憶を頼りに普段見慣れているロゴや看板を書けるかなっていうだけの遊び。そうなんでございます。面白そう。面白そう。出して出して、うん、それではお題お願いします。じゃん。お、早い。簡単でしょ。これなのはね、だってもう言ってますから答えを。まあまあそうやけどさ、ロゴって言われたらどんなだったかなって。簡単です。え、本当に。うん。え、あれ、みんちゃん、え、こんなん。いや、そう、かけって言われたらかけない。へへ、うっそ、そっちの数字入ってたっけ。入ってないっけ。入ってないんじゃないの。はい、いきます。せーの。え、イレブン入ってたかな。葉っぱ、それ何、葉っぱ。なんかこんな斜めのなんか入ってなかった。え、しかもさ、多分緑入っても緑と赤だよ多分。あー、確かに。じゃあ答えお願いします。答えお願いします。あー、イレブン入ってる、英語で。わー、英語か、ここ、ここか。あー、なるほどね。セブンに バケツみたいなのよ。私めっちゃ近いじゃん。うまい、うまい。ほんとだ、実はオレンジでここにイレブンって書いてあるんだ。なるほど。意外と知らなかった。では次の問題お願いします。ローソンだったら書けたのに。そうなん。そうなの。バーミヤン。バーミヤンの方がいけるかも。え、バーミヤンってカタカナでさ書くと怖いやつじゃないよね。違うか。あれなんだっけ。多分黒だよ、黒。多分こんなの、なんかカーブの黒だった気がするんだよね。
回ってるやつ。バーミヤン。バーミヤン。あ。はい、まだだった。あ、いきますよ。せーの。あー。本当に？本当に言ってる？なんか黒だったかなって文字が。文字が黒。本当。あ、桃の絵ね。あ、桃だったよね。確か桃。あるかも。うん、あるかも。桃のイメージすっごいある。じゃあ答えお願いします。すごい、桃の絵ある。もう。待って待って。これジョナサン。ジョナサン？いやジョナサン文字赤い。え、これ文字黒なの合ってますよね。まあ、そう合ってますよこれ。その点では合ってるかもしれないけど。すごい、めっちゃ近いじゃん。めっちゃ近い。やったー。イエーイ。楽しいからもうちょいやってほしいなこれ。なんかお店じゃない、お店ねロゴ、お店今ファミレスとコンビニ来ちゃってるからね。うん、はい。次のお題お願いします。なんだっけ。え、なんだっけ。な、いや、待って、うわ、こうだ、うわ、それいただき、いただきます。ちょっと待って、これでこれで多分いや、これが何なのよって話なんだよね。で、こっから何がどうなのよっていうさ。なんかこんなんじゃなかったかな。はいはい、できました。はい、いきますよ。うん、せーの、じゃん。うわー、ハンズ東急指の形ちょっと違う。私なんかグッドサインみたいな。ハンズ、ハンドでハンズ、フレミングの法則みたいな。え、嘘。じゃあ答えお願いします。全然違う。東急ハンズって書いてあるんだ。クリエイティブライフストア東急ハンズ。あ、指こうだ、矢印みたいな。こうなってんだ、こう2人合わせてこう、ちょうどこうな東急ハンズみたいな。あ、似てる似てる。合わせたら一緒だ。本当だ。あ、似てる。お、似てる似てる。そんなでしたか。意外と見たことないんだね。なんかこうなってるイメージだったけど、ね、こうなんですね。手一個かと思った、むしろ一個かと思ったね。面白いですね。これまたやりましょうね。はい、ということで皆さんもぜひやってみてくださいね。はい、以上よりみちアクティブでした。はい、みと春2年目組青春アクティブ。お時間です。エンディングです。はい、皆さんからのポイントを大募集しておりますわよ。はい、いっぱい送ってきてほしいなって思ってる。そしてみんなの調査部のコーナーは、好きな女の子に意地悪しちゃった後はどうやって挽回できるのっていうことですね。皆さんの意見お待ちしております。はい、メールアドレスはあいみ-はるか@secondshot.jp でこちらに金みたいな、キノコの山の子みたいな。はい、はい、ということでセカンドショット通販ではさまざまな番組グッズがお買い求めいただけますよ。はい、またセカンドショットチャンネルの有料化になると、この後23時から配信するアフトークや放送ではこぼれてしまった部分をまるっと収めた完全版アーカイブをお楽しみいただけますので、よろしくお願いします。お願いします。え、このアフトークは何するんだ。あれだ、もうダベリブ。んダベってあダベってクイズ、クイズの言ってから正解発表と新しいクイズの出題したらアクティブ家庭連動キャンペーンの特典会2日目を開催します。はい、ということで、はい、アクティブの通常版 YouTube でも配信されますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということであれをやって締めますよ。はい、せーの、セカンドショットフェス優勝しました。イエーイ。ということで、あいみとはるかの2年目青春アクティブ、次回までグッバイ青春。